それでは週末の天気です。今日は気象予報士の牧田ディレクターです。よろしくお願いします。どうぞ。今朝すごく冷え込みましたよね。東京都心では氷点下 2.1 度まで下がりました。この寒さもう少し続きそうです。まずは明日土曜日の天気からお伝えします。太平洋側はよく晴れるでしょう。日中の気温は今日よりも高くなるところが多いものの、北風が寒く感じられそうです。日曜日です。太平洋側は引き続き晴れるところが多いでしょう。日中の気温は一桁のところが多く、寒い一日となりそうです。週間予報です。東京から大阪はこの先も晴れる日が多い予想です。札幌や新潟では月曜日にかけて雪の日が続きそうです。さて花粉シーズン到来ですね。花粉症持ちです、はい、もう毎年気になってます。私ギリギリです。今年は記録的な暖かさの関係で、東京都内ではもう例年よりも2週間も早く花粉が飛び始めているところがあるんです。そうなんですね。で、花粉症の方が気になるどれぐらい飛ぶのかというデータ、民間の気象会社が出しているデータ見てみますと、こちら色で花粉の飛ぶ量を表しています。緑が少ないということなんですが、例年に比べて西日本を中心に花粉の飛ぶ量が少ないという傾向が出ています。ちょっと意外です ね, ですね。こんなに暖かい日がね。そうですよね。ましたからね。実はこれには傾向がありまして、その年に飛ぶ花粉の量というのは前の年の夏の天候が影響してきます。前の年の夏に気温が高くて日照時間が長いと、その次の年の春、ヒノキとか杉とか花粉を散らす花の芽がより多く夏のうちに育つので、その次の年に飛ぶ花粉の量が増えるということになっています。ポイントは前の年の夏。そうなんです、でここで次の前の去年の夏の気温を振り返ってみますと、こちら九州の方、西日本で結構気温が低かったという傾向がありますので、つまり花粉も西日本今年は少ないんじゃないかという傾向です。これさっきの図と一緒に見てみますと、このグラデーションの感じに似てきますよね。ということで、今年花粉の量いつもより少ないんじゃないかということで、花粉症の症状が辛い方は少しホッとできるかもしれません。いずれにしましてもマスクは手放せない季節になりそうです。ありがとうございました。